ャルダッシュの女王とか今のジプシーの恋という曲の中のチャルダッシュの歌なんていうふうにチャルダッシュはいろいろあるんですけれども、チャルダッシュっていうのはワルツと同じようにハンガリーの音楽の形式ですね。最初がゆっくりで最後が手拍子のように盛り上がる曲の形式のことなんですけど、バイオリンでいうともうこの曲しかないんですね。